プランタムルはオープンソースのアンルダイアグラム作成用のテキストベースの言語である。プランタムルの言語はドメイン固有言語の一例である。ダイアグラムの表示にはグラフビズを使用している。plantuml.com はクラウド上でダイアグラムを生成する。プランタムルには他にも様々な拡張機能がある。プランタムルは成形され人間に読むことのできるコードを ダイアグラムの描画に用いている。プランタムルは様々な形式のダイアグラムをサポートし、レイアウトを明確にする必要がない。もし必要があれば、ダイアグラムの修正を行うことも可能である。ファサードパターンのアンルクラス図の例を以下に示す。スキンパラムスタイルストリクテムル。クラスフィサード。ドーサムシング。フィサードパケッチ1、クラス1。 フィサード、パケッチ2、クラス2。フィサード、パケッチ3、クラス3。クライアント1、フィサード、動作サムシング。クライアント2、フィサード、動作サムシング。ノートアズ N2、ドーサムシング。クラス 1C1 イコールニュークラス1。クラス 2C2 イコールニュークラス2。クラス 3C3 イコールニュークラス3。C1、ダスタフ。C3、設置。 return C3 ガティエンドノートフィサード N2 ありがとうございます